学生寮は学校で学ぶ生徒、学生、児童を受け入れるための寮。中学校、高等学校、高等専門学校、大学などの生徒、学生及び児童の住む寮である。寄宿舎と呼ばれることもあり、特に特別支援学校などで用いられている。本来は学校との通学距離が長かったり、交通が不便などで通学困難な学生、生徒、 児童のために作られたものである。また、学校や地域によっては、全寮制として、これらの理由とは、無関係に、寮での生活を義務づけることもある。学生向けの物件であるため、家賃は一般的なアパートより、安めに設定されているところが多い。部屋以外の設備は共同仕様の場合が多く、基本的にアイ部屋である。学校や寮、地域によっては、 外出や門限を厳しく制限されたり、寮での日課が規則で決められているところが多く、私生活を束縛される理由から、深夜早朝のアルバイトが不可能、またはそれに近い状態であったりする。近年は減少傾向にあるが、朝夕の食事が提供されるところもある。一家この校では、文部科学省所管外の教育訓練施設が、設置するものについても取り扱うこととする。 戦前の旧制高等学校では、旧制高校といえば、寮生活を思い浮かべる人が多いと言われるほど寮と関係が深く、寮家が盛んに謳われていた。大学寮は様々な学生の交流の場ともなっており、ホールやラウンジなど、ちょっとした集まりができる共有スペースがあり、ユースホステルなどと同じく有料で外部学生が宿泊できることもある。 東大駒場寮などを中心に学生運動の拠点ともなり学生寮自治会の連合組織として全日本学生寮自治会連合も結成されていた。筑波大学の学生宿舎は海外からの研究者なども多く家族で住むことのできる部屋もあり、開学当時はそれが話題にもなった。ヨーロッパや北米の大学では男女が同室に一緒に住むこともできる寮や 同一フロアに男女が混在して生活する量も珍しくはない。もともとはキリスト教の修道院の中の修道士の居住空間から着想を得ているものらしい。ドーミトリー自体は本来の意味は共同の寝室。ドイツ語やスラブ語で仲間、友達を言うでアカメラでも包茎の個室で生活を共にした友達から来る。一部の中高一貫校にも量があり。 遠隔地からの生徒受入れが可能なため、都会から離れている立地の学校でも、都会の学校と同じ土俵で競えるなどのメリットがある。集団生活での責任感も要請する観点から、寮では原則として、複数人で1部屋を使用する場合がほとんどで、特待生として優遇されない限り、一人一部屋になることはない。トヨタ自動車や JR 東海、中部電力など、 中部地方の有力企業が、イギリスの名門イートン校をモデルにして、全寮制学校、海洋中等教育学校を作った。不登校経験者を対象にした学校でも、寮を設置している場合が多い。特定の学校に属さず、複数の学校から広く、学生を受け入れる寮としては、山手学者、友愛学者、親愛学者、上戸学寮、地上寮,寮、和系塾、 大東会館などがある。山手、友愛、親愛の各学者は兄弟寮であり、YMCA が運営に関わっている。他にも自治体などによる県民寮があり、全国的に併寮傾向にあるが、千葉県の育英会館学生寮と山県の生運寮などが現存する。大学、大学校では、自治医科大学、東京キリスト教大学、防衛大学校などは、 全寮制であり、入学と同時に、入寮の義務が課せられる。また工学館大学でも、学生全員に原則として2年間、学生寮への入寮を義務付けている。旧制大学時代の千葉工業大学では、学生だけではなく、教員も同じ寮に寄宿し、新職を共にするというスタイルの全寮制大学も、存在した。高等学校でも全寮制の学校があり、 学校法人、日清学園が経営する三重県の青山高等学校、兵庫県の自由が丘高等学校は全寮制高等学校として知られる。近年は少子化などによる学校経営上の理由から東京都の聖パウロ学園高等学校のように全寮制を廃止する学校もある。キリスト教の神学校では日本聖書人学校や聖家人学校、 JTJ 宣教神学校、東京バプテスト神学校など働きながら学ぶことを前提とする神学校を除き、ほとんどが善良制となっている。牧師の結婚を認めているプロテスタントの神学校では、既婚者で献身する者もいるため、家族寮を設けているところもある。その他、松下整形塾でも善良制を採用している。大学慶応義塾大学費予式宿舎。 高等専門学校国立及び私立の高等専門学校には学生寮がある。中学校、高等学校、専修学校、各種学校文部科学省所管外省庁、大学校予備校職業訓練施設その他、典型的なアメリカの学生寮アメリカの大学では寮が設けられる場合にはキャンパス内に設けられていることが多い。アメリカの大学の寮の形態には、 男子寮、女子寮、男女共有寮があり、上級者専用の寮や留学者専用の寮など対象が定められている量もある。大学の寮には、娯楽室、自習室、コンピュータルーム、ラウンジ、洗濯室等が設けられている。ありがとうございます。